は福岡ソフトバンクホークス孫正義オーナーのインタビューです。そうだ、おめでとうございます。ありがとうございます。そうだ、10にも胴上げで10にも待っていましたけれども、はい、今の率直なお気持ちをお聞かせください。もうね、本当に宙に舞ってる気持ちですね。はい、夢のようです。福岡ソフトバンクホークスはレギュラーシーズンもぶっちぎり、クライマックスシリーズもぶっちぎりでした、はい、戦いぶりいかがでしたか？いやー、もう本当にね、胸がスカッとする思いですよね。最高です。孫オーナーが選ぶクライマックスシリーズの MVP はどなたですか？やっぱりキャプテンでしょうね。え、得点圏打率で10割でバーここぞというところで全部打ちましたからね、すごかったと思います。でも監督をはじめとして選手のみんなのね、みんなのチーム一丸となって出た勝利だと思います。それはそのチーム、そして後押ししてくれたファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、やはり選手の皆さん、監督頑張れたのはもう本当に熱い熱いファンの皆さんの声援が一番勇気とエネルギーをくれる、そういうことで心から本当に感謝を申し上げたいと思います。以上、孫正義オーナーのインタビューでした。ありがとうございました。